ロスト。3年前に消滅した都市か。どうしてそんなところへあの子を連れていくんだ。ユキの父親が呼んでいるからさ。父親が呼んでいる？あの子の父親は消滅で消えたんだろう。ああ、そのはずだったが、先日その父親からメッセージが届いたんだ。ロストで待っている、そう書かれたメッセージがな。消えた父親からメッセージか。事情は分かった。仕事なら受けよう。あの子を消滅都市ロストまで連れていく。ただし契約はそこまでだ。もう少しでヘッドハンターに会える。協力してもらえれば大きな助けになるな。ええ、その人からプロフィールをもらって呼び出せる魂を増やせるといいんだけど。でも強い敵の予感がするの。ったく、今さら何言ってんだよ。危険なことなんか覚悟の上なんだろ。安心しろ、義務は果たすさ。あんたは俺の後ろで戦いに集中してろ。分かってるわよ。ここを越えればヘッドハンターの事務所だ。行くぞ。どうした拓也、しばらく顔を見せなかったな。いろいろあったんだ。あんたの方こそビジネスは順調か。どうだろうな。ところで今日はどうしたんだ、情報か。ああ、ロストに巻き込まれて消滅した人のリスト、できるだけたくさんもらえないか。ふん、やばい案件じゃないだろうな。迷惑はかけない。わかった、後で俺のところに来るといい。ただし俺の情報は金次第だ。奴らの元に向かわせた魂がやられました。やはりあの少女。ああ、あの方と同じ力を持っているようだな。奴らがロストに近づくとまずいことになります。このままでは。案ずるな、奴らの力には限りがあるはずだ。魂の力を引き出せない限りあの方に打ち勝つことはできまい。タクヤ君、ユキを運ぶついでに一つ頼まれてくれないか。まずは話を聞こう。ありがとう。あるデータの入手を依頼したい。盗まれたユキの父親の研究データだ。なんだって。ユキの父親はロストに巻き込まれる前、魂の研究をしていた。その研究データが盗まれたというわけか。ああ、犯人はユキを捕らえていた謎の組織だ。また謎の組織か。君にしか頼めないんだ。謎の組織からデータを取り返してほしい。たい、人使いの荒いクライアントだな。いいだろう、引き受けよう。情報を送っておいてくれ。それから追加報酬の明細もな。それで奴らは捕らえたのか。魂を向かわせていますが、奴らを足止めできません。このままでは。焦ることはない。あの方はまだまだ強い魂を呼び出せる。今我々が気にするべきは情報を守ることだ。組織のコンピューターに侵入された形跡があるようだ。詳しく調査しておいた方がいいだ。わかりました。手加減はするな。犯人を見つけ次第殺すんだ。おかしいな。どうしたの？ギークと連絡が取れないんだ。要件を伝えるメッセージは送っておいたが、仕方ない。押しかけてみるしかなさそうだな。その人無事かしら。私たちの動き、謎の組織に感づかれてないといいけれど。しかし、お前の父親が研究してたってのは、一体何のデータなんだ？どうしてそんなことを気にするのよ。あなたには関係ないでしょ。なあ、こっちも命を懸けてんだ。手に入れるデータの内容くらい知ってたっていいだろう。魂の強化に関する何かだって話だけど、私もそんなに詳しくは知らないわ。そうか、強化か。今後の役に立つことは間違いなさそうだな。ここを抜ければギークに会えるはずだ。行くぞ。よかった、無事だったんだな。どうして連絡が取れなかったんだギーク。心配してたんだぞ。タクヤ、メッセージは読んだ。君が欲しいっていう盗まれた研究データ手に入れておいたよ。オンに切る。いつもながら話が早いな。でもこれ以上僕を巻き込まないでくれ。どうして。怖いんだ、その女の子。ロストに巻き込まれた子だろ。その子には関わりたくない。頼むから
それ以上近づかないでくれ。研究データは渡すから、すぐに出て行ってくれ。やはりデータが盗み出されていました。ほとんど痕跡を残さずに侵入しています。よほどの実力者かと。もう失敗は許されない。あの方もこれ以上の失態を見過ごしはしないだろう。強化だけならまだしも、進化のデータだけは絶対に渡してはならぬ。わかりました。早急に犯人を見つけ出します。タクヤ君、研究データについてなんだが。また頼み事か。ああ、入手したデータ。残念ながら一部が欠落していたんだ。タク、次はそれを手に入れろってか。謎の組織に内通者を潜り込ませている。なんだって。謎の組織は大きいからな。我々も注意深くことに当たっているんだ。そうか。内通者にデータを持ち出すよう頼んだ。落ち合って受け取ってほしい。今から場所を教える。早急に向かってくれ。いいだろう。仕事なら断るわけにはいかないから。まあ、苛立ちは時間が経てば落ち着くもんさ。あんたももう少し大人になればわかる。バカにしないでよ。さあ、余計な話は終わりだ。謎の組織も俺たちを警戒しているようだ。しかし、謎の組織ってのは一体何なんだ？私の力を探ってるの。実験って言って何度もひどい目に遭わされた。謎の組織に潜り込んでる内通者、そいつに会えばデータが手に入るんだよな。うん、無事だといいんだけど。どういうこと？なんで内通者がいないのよ。おかしいな。まさか。向こうに死体が転がっていた。どうして？殺されたんだ。ひどい。裏切り者は殺す。わからない。なんで殺さなきゃならないの？謎の組織、俺たちの動きに気づいていたのかもしれない。だが、幸いデータは手に入りそうだ。持ち去られてなかったの？口の中にあった。見つかる前に隠したんだ。データは送っておく。ユキ、お前はしばらく外に出てろ。景色でも見て深呼吸するんだ。組織の裏切り者は始末しました。ですが、進化のデータが見つかりません。敵の手に渡ってしまった恐れも。ふざけるな。これがあの方に知られてしまったとしたら。申し訳ありません。ですが、これ以上奴らの好きにはさせません。強力な情報網を抑えることに成功しました。情報網？はい、例の探偵グループです。知ってたんだろ。何のことだ？謎の組織が内通者を殺したことさ。前もって教えてくれりゃあの子に死体を見せずに済んだ。悪かった。君に依頼を断られたくなかったんだ。安心しろ。俺は必ず依頼をこなす。だから情報はきちんと伝えてくれ。あの子がこれ以上傷つく理由はない。そうだな。依頼したのが君で本当によかった。久しぶりね、タクヤ。ああ、久しぶりだな。早速だけど、いいニュースと悪いニュースがあるわ。相変わらず回りくどいな。悪い方から頼む。変わってないわね。悪いけど、あなたのこと上に報告したわ。その少女を捕らえて差し出せと命じられた。そうか。お前たちのグループは謎の組織とやらとつながっているんだ。そのようね。で、いいニュースってのは？交換条件を取り付けてきたの。少女を渡せば、上は昔のことを水に流してあなたを再びグループに迎え入れてくれるわ。変わったな、タクヤ。悪いが、この話はなかったことにしてくれ。一切忘れて、俺の前に二度と姿を現すな。悪かった。もっと慎重になるべきだった。いいの。仕方ないわ。運が悪かっただけよ。とにかくここは危険だ。一刻も早く離れよう。リサーチャーから情報が漏れてしまった以上、すでに追っ手が来ていてもおかしくない。タクヤ、本当にごめんなさい。こんなつもりじゃ。わかってるさ。だがお前が流した情報で俺たちが危険な目に遭ったのは事実だ。
まだお前を信用していいかわからない。ええ、仕方ないわ。でも、もう一度だけ信じてほしいの。ふざけんな。あんたは俺たちと敵対する人間だ。今さら何を信じろって言うんだ。やめたの。やめた？グループを抜けたのよ。だからこれからは私に連絡しても大丈夫。情報が漏れることはないわ。どうして？好きだからよ。え？あなたの生き方が好きだから私も真似してみたくなったの。いけない？勝手にしろ。例の探偵グループからの情報が途絶えました。くそ、何が起こっているというんだ。わかりません。ですが一つ朗報もあります。以前組織のコンピューターに侵入した人物を捕らえることに成功しました。何としてでも情報を引き出すんだ。どんな残酷な手を使っても構わん。この失態、あの方に知られたら我々の命も危うい。もはや手段の選べる状況にはないことを肝に銘じておけ。わかりました。僕は何も知らない。あの子とは何の関わり合いもない。誰もがそう言う。だが俺には情報を持ち帰る義務がある。わかるな？拷問について詳しいか？拷問？俺は100を超える拷問のリストを持っている。徐々に苦しくなるよう念入りに並べられた正確なリストだ。ああ。ところで君は最も優れた拷問器具を知っているか？それは想像力だ。俺はリストに忠実に拷問を進める。君は拷問を受けながら次の拷問について想像し続けることとなる。そんな。試してみよう。まずはこのナイフでな。ギーク！タクヤ！悪かった、ギーク。俺たちのせいだ。無事だったか？ギーク！なあ、ギーク。入り口に死体が転がってた。あれは、ギークがやったのか？ギーク！答えろ！僕じゃない。なんだって？突然、少年が現れて。あいつを殺して。少年？まさか。そうか、ついにあの少年が動いたか。どうやらそのようだ。拓也君、少年はおそらく強力だ。今までにないくらいにな。ユキのことを頼んだぞ。約束はできないが最善は尽くすさ。ねえ、その少年って一体どんな人なの？ユキ、ここからの戦いではリーダースキルが重要になってくるだろう。それって、あ、 SP アキラが持っているようなチームの魂を強くする力のことだ。リーダースキルの効果が多くの魂にかかるようチームを編成していくといいだろう。わかったわ。ユキ、ここから先君を待ち受けているのは受け入れがたい運命かもしれない。少年との出会いで君の決意は揺らぐかもしれない。だが大丈夫よ。どんな運命が待っていようとも絶対にロストにお父さんのところにたどり着いてみせるわ。それで奴らはまだロストを諦めないのか？はい、着実に歩みを進めています。これだけ妨害策を張っても諦める気配がありません。妨害策？勝手なことしないでほしいな。あいつと戦うのはこの僕だ。あんたらにはうんざりだよ。勝手に動いておいて失敗ばかりしてさ。あいつらは僕が倒す。邪魔する奴は殺しちゃうよ。ギークの時みたいにね。最近ロストがおとなしい。父さんが頑張ってるみたいだ。今あいつが父さんに会うとあんたらにとってもまずいことになるんだろ。お前は？びっくりしたよ。まさか二人が一緒にいるとはね。え？そうか。僕と違って不完全だから、スフィアを集めるためにこいつが必要ってわけか。考えたね。どうして？久しぶりだね。会いたかったよ、姉ちゃん。
うして？姉ちゃん、僕の邪魔をしないでよ。今父さんに会われるとちょっと困っちゃうんだ。あなた一体何をしようとしているの？向こう側を正しい世界にするのさ。そのために邪魔者は消す。たとえ姉ちゃんでもね。ユキ、戦うのか？ええ、それしかなさそうね。ねえタクヤ、この先の戦いでは2000以上の HP が必要になってくるわ。魂の強化をしたり、特別クエストでチームを強くしていけば必ず勝てるはずよ。あいつは魂なのか？わからない。だがそれと同等の力を持ってることだけは確かみたいだな。お願いね、タクヤ。私をロストまで連れて行って。絶対に絶対に諦めないでね。えい、落ちるか、落ちるか、落ちるか。楽勝だな。倒したか。道を開けるのよ。私はロストに向かう。さすがは姉ちゃんだ。甘く見てたよ。仕方ないか。今の体じゃまだ勝てそうにないしね。でもいつまでも順調に行くとは思わないでね。どういうこと？もう僕は姉ちゃんの知ってる僕じゃないってことさ。これからもどんどん強くなる。それにその男のことだっていつまでも騙せないよ。どうせ本当のことは何も伝えてないんでしょ。それは悪いことは言わない。引き返すんだ。父さんはもういない。どうあがいたって過去は消せないさ。納得いかないな。なぜあんな思いをさせてまでロストに向かわせるんだ。言っただろ、他に方法はないんだ。それにまだユキ自身は知らないことなんだが。なんだ？ユキはロストと深くつながっている。ロストが広がり続けることでユキの生命力は徐々に奪われているんだ。ロストにたどり着き、あの場所を何とかしないとやがてユキは死ぬだろう。なんだって？あの少年はすでに死んでいるはずだ。ロストの時の混乱に巻き込まれてた。一般には公開されていないけど、ロストに向かった調査員は何人も死んでいるらしいの。数少ない生存者も記憶障害や精神障害に侵されている。寂しいよ、やめて。こっち来ないでよ。早く遊ぼう。